ギャル曽根の驚愕の姿に出演者ドン引き、ネットがざわつく理由とは。ギャル曽根さんは世界いただきグルメで台湾の食を楽しむ様子が放送され、スタジオ出演者が驚く場面がありました。彼女は台北で多くの料理を注文し、神田アナもその食べっぷりに驚きつつも楽しんでいました。視聴者からは彼女の大食いを楽しむ姿に好感の声が多く寄せられました。みんなの反応。ラビットで見るたびに太ってきてる感じがしますね。出産や年齢も関係してるかも。私のいとこもアラフォーで太り始めて、糖尿病と高血圧になって大変でした。家族も苦労して、一生食事に気をつけることになったので、体調には本当に気をつけた方がいいですよ。最近ちょっと太ってきた気がする。代謝が落ちてるのかな。無理せず美味しそうに食べるだけでもいいんじゃない。あんだけ食べてお腹すごかったのに明日にはへこむからって言ってたのが衝撃。私のお腹は全然へこまない。昔中井くんの番組で1回で10キロ増えても元に戻るって言ってたのを思い出した。でもソネちゃん好きだから健康には気をつけてほしいな。ギャルソネちゃん、食べ方綺麗で好きだけど、最近ちょっとふくよかになったよね。子供も3人いるし、体調には気をつけてほしいな。調味料の取りすぎって大丈夫？ラーメン1杯で塩分 10g もあるし。大食いの人の健康診断を特集して問題ない理由や体への負担を知りたいな。心配になるよね。年齢で代謝が落ちて太ったね。昔は食べる姿が素敵だったけど、今は体調が心配。プロなら体重管理して、小さい子もいるし気をつけてね。台湾でもギャル曽根さんが有名で、声をかけられるほど知名度が高いのはすごいですね。一泊二日で55品食べる番組だったみたいで、仕事でたくさん食べてたんでしょうね。彼女はいつも美味しそうに綺麗に食べるので、フードファイターの中でも好きです。台湾のメニューがたくさん見られて面白かったし参考になりました。テレビ番組は見たい人が見ればいいし、雑誌がネガティブな記事を書くのも仕事かもしれないけど、テレビ局やタレントの立場も考えて記事にした方がいいと思います。食べ物を大量に食べる番組、災害で食べ物が足りない地域もあるし、減らしてもいいんじゃない？ギャル曽根さんがふくよかになってて驚いた。年で代謝が落ちてるかもだから、あの量食べると栄養過多で体に影響あるかも。軽視受けてほしいな。曽根さんはキンスまで30過ぎると大食いはできなくなると言ってたのを覚えてるけど、最近の彼を見てるとやっぱり太ってきたなって感じる。でも需要がある限り仕事を続けたくなるのは当然だよね。50代で食べるのが好きだけど、たくさんは食べられないから大食い動画を楽しんでるんだ。旅先でいろいろ食べたいけど、お腹もお財布も厳しいよね。ギャル曽根さんも年齢とともに体型が変わってきたけど、それが普通だと思う。でも痩せてるのに大食いがすごいって思われるのもわかるし、周りが心配するのも納得だよね。ギャル曽根さんみたいにたくさん食べられるのが羨ましいな。私は美味しいものやお酒が好きだけど、過敏性腸炎であまり食べられないし、すぐにお腹を壊しちゃうんだよね。だからあんなに食べられるのを見てるといいなって思うんだ。ギャル曽根さんは大食いでも美味しそうに綺麗に食べるから見てて爽快。彼女みたいな友達がいたら一緒に食事を楽しめて嬉しいし、カロリー気にする人と行くより楽しいよね。彼女はお約束でたくさん食べるけど、私はそれを不経済だと思う。普段は財布を考えて少なめにするけど、少量だとお腹が空くんだろうね。自分は小食で健康維持できるからコスパがいいと思うけど、彼女は習慣で多く食べてエンゲル係数が上がる。番組では人とは違うことを見せないと視聴率が取れないから、フードファイターがたくさん食べるのは当然だと思う。お仕事が身体に影響するし、年齢的にも続けるのは難しいかも。チームを作るとか考えた方がいいかもだけど、ご本人の考えもあるし、余計なお世話かな。麺をずるずる食べるのが巻き尺みたいって笑ったけど、あんなに食べて大丈夫かなって心配になるよね。ギャル曽根が歩いてるの見て、下半身がボテッとしてるなって思った。あれだけ食べてるから太るのは当然だけど、上半身しか見てないと不思議だった。年齢的にも食べ過ぎ注意だね。ギャル曽根の大食いはもう飽きた。最近太ってメイクも濃いし、他の人を見たいな。早食いや大食いは私には理解できないんだよね。食事は美味しく味わうものだって教わってきたから、そういう食べ方を見ても楽しくないし、そういう番組も見ないようにしてる。でもなんで大食い系のタレントや番組が人気あるのか、ちょっと不思議だよね。彼女の食べ方は綺麗で、見てると食べたくなる。でも昨日のテレビでギャル曽根ちゃんも年を重ねて太ってきたなと感じた。若い頃は太らなかったけど、年を取ると食べた分だけ太るね。食べ方綺麗って言われてるけど、
大口開けるのはお行儀的にどうなのかな。この人、服でお腹隠してるけど、ウエスト150センチ以上ありそう。大食い番組続けると短命かも。食べたいだけ食べられるの羨ましいよね。お腹が許さない時あるし、俺も食べるけど健康診断問題ないから言えるんだろうな。ギャルソネさん、どんなに食べても太らないって言ってたけど、体に負担かかる食べ方は考えものだよね。家族や自分のために無理せず食べ方変えた方がいいかも。ギャルソネさんの食べ方は好きだけど、テレビでの大食いはもうしんどい。アスリートのもぐもぐタイムとかも多くて、プライベートならいいけどって感じ。ギャルソネさんの食べ方が好きだけど、最近代謝が悪くなって体が大きくなってきたみたい。無理しなくていいかも。最近顔に性格が出すぎてて苦手。驚く顔もイラッとするし、前は感心してたけど今は微妙。芸能界の新陳代謝を進めて、コネや顔じゃなくて質を重視した若手や中年を発掘してほしいってことだね。みんなの反応としては、ギャルソネさんの大食いを楽しむ姿に好感を持つ声が多い一方で、健康面を心配する意見も少なくありません。彼女の食べ方が美しいと評価する声が多いですが、年齢とともに体型が変わってきたことを指摘する人もいます。また大食い番組自体に対する批判や食べ物の無駄遣いを懸念する意見も見られます。少数意見としては、大食いのスタイルが理解できないという声や、彼女の体型変化に対する驚きが挙げられます。当チャンネルの意見としては、ギャルソネさんの大食いは見ていて楽しいですが、健康面が心配です。特に年齢や家族のことを考えると、体調管理に気をつけてほしいです。